はい、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日はボンドボディから81にスタローンの続きをお伝えしたいと思います。もう早速全部仮組が終わってるみたいです。仕事が早い。月曜日に入庫して今日金曜日なんで、まあ4日ぐらいでこの形になったっていう感じです。ちょっと見ていきましょう。もうバンパー、フェンダー、ボンネット全部乗せ終わってるみたいです。これチリの合わせも終わってるんですか？微調整はまだ。微調整まだですか？でもさすがマンソリー、大体合ってる感じですか？マンソリーでもやっぱりボンドボディ的に言うとちょっとチリ合わせが必要みたいです。マンソリーっていうかフェラーリ。あ、フェラーリが、あー、フェラーリがもともとワッシャープ調整。あ、そうなんですよね。もともとフェラーリっていう車が結構手作りで、ちょっとチリ合わせるのもワッシャー入れてチリ合わせてたりするんで、まあ、ちょっといろいろ微調整が必要みたいです。そしてライトがなんかでっかくなってますね。このパーツがかなり効いてライトがでっかく見えます。そして置きの時分かんなかったこのカーボンのラインが、これあれですか、この塗り分け、山で塗り分けされる感じですかね。ここで多分入るんじゃないでしょうか。これ網ってどうなるんですか？ここ網がつくんですか？網はつけるけど、でも蓋しないとなぁとは思ってます。まあちょっとおいおい決めていく感じじゃないでしょうか。この辺の造形とかすごいですね。もうそしてサイドももうくっついちゃってるんですね。なるほど。このドアパネルとのこの塗り分けがちょっとどうなるのか楽しみな感じです。そしてサイドスカートもついてますね、ぐわっと。でこれも前回の打ち合わせでこんな感じで塗り分けるんじゃないかなっていう。いやーかっこいいですね。このラインもともとなかったラインだから、もう全然サイドの見た目も変わりますね。そしてボンドボディの大仕事がなんとこのラインでカットっていう。ここで決定ですか？大まかにここでカットするのが決定されたそうです。ただ誰も切ったことがないので切り口がどうなるのか、まあちょっとこの辺は現物でやってみてっていう感じじゃないでしょうか。まだ乗られたかな。ああ、なるほど。ウェットなんかだともうバラバラになってクリアが割れてほつれちゃってなんて可能性高いですけど、まあいわゆる本当の、まあ、軽量で剛性のある方のカーボンなんで、まあ、この辺加工ちょっとやってみてにはなるんですけど、できるんじゃないかなっていう。そして後ろもかなり組み上がってるみたいです。でもこの辺のラインとか全然まずまずじゃないですか。さすがです。もうだってまだこれ持ったり取れたりしてないですもんね。これでかなりぴったり合ってる感じです。そして後ろこれ迫力すごい。これはすごいな。もうまるっと交換で本当にカウルっすね。そしてこれがまたバシッとこのハマっちゃうのがまたすごいですよね。このラインとか、いやーこれは強烈だな。確かにあとは車に乗せるとこのフィンのデカさは結構目立つっすね。後ろはこのラインでカットする予定みたいです。確かにちょっと大きすぎる気はしないでもないです。特にウィングつけないとなるともうちょっとこの下側のボリュームを少し軽くしたいなっていう気はわからなくもないです。こんな感じで作業が着々と進んでおります。そして今発見というか、まあ、あんまりこういうのってこう伝えちゃいけないというか、こう闇に葬り去られる部分なんかもしれないですけど、ボンドチャンネルは全てちゃんと正直に全部お伝えします。今カメラマンがこれ結構ずれてますねっていう、要はこのウィングの高さで言われたら、あ確かに結構高さが違うねなんて言ってたんですけど、これよく見るとそのウィングのパーツがずれてるんじゃなくて、ゲートの高さが左右で若干ずれてると。分かりますかね。これこっち結構上がってるんですけど、そっち側は1ミリ2ミリぐらいこうゲートが下がってるっていう。だから元々の車のゲートがちょっとこうずれてる。だからこれはどうなんすか。調節する。あ、調節できるんですか。ゲートで調整して
たような位置に。で、OK？ はい。羽も、だから、ある程度、調整しながら。でもこれフェラーリに限らず、まあ、そのイタリアの車とかイギリスの車とかアストンとかも結構こうトランクちょっとずれてたりするじゃないですか。手作りの車になればなるほどそういう傾向にあるっすよね。だ別によくその何千万も出してそのチリガーとかって言うっすけど、そこじゃないね。そうですね、もうチリとかをもう本当に気にするんであれば本当にレクサスとかにかなわないし、やっぱりなんかこう工業製品を超えたこの芸術じゃないけど職人さんのこの手作りの車っていう。ラーリンはそういうこと気にしてない。気にしない、はい、そういう乗り物です。で、まあそういうチェリー合わせたりフィッティング合わせたりっていうのはボンドボディ得意なんで、まあ、エアロつける、まあ、ついでと言っちゃあれなんですけど、まあ、工程で多少は調節できるみたいなんで、まあ、ちょっとその辺もお伝えしたいと思います。今ちょっと本当に1ミリぐらいですかねずれてるんで、まあこれがどうなるのか。大丈夫ですか？大丈夫みたいです。ちょっとこの辺も正直に全部お伝えします。このフェンダーこの先端がちょっと寸足らずだったんで、もうそこは作り直したみたいです。ちゃんとボンネットのこのラインに合うようにこのここ肌色の部分ですよね、まあ、全部パテ持って成形してるそうです。であともう一つはこのバンパーにつながるライン、お分かりいただけますでしょうか。1ミリぐらいずれてる。でこれが反対側はずれてないんですよね、まあ、これ車の個体差だったりだとかライトの位置がちょっとずれてたりだとか、まあ、あとはその製品いくらドライカーボンって言ってもそんなにぴったんこ、まあ、多少減車合わせ必要になるんでここが修正が必要だそうです。なんでこれをちゃんとこのラインに合うように成形し直すそうです。ちょっとこの辺も仕上がり今後どうなるかお伝えしたいと思います。コンプリートカー製作もう何台もやってるんでどんどんマニアックな方向でお届けしたいと思います。で今ちょっと担当のボンドボディの人が言ってたのが、ちょっとこのドアのこの造形がかなり鬼門になると、開けてびっくり、このドアが内側にこうめり込んでいく感じなんですね。だからこの辺をかなり工夫して作らないと当たっちゃうっていう。で噂によると純正でも当たってるのがあるっていう。なんでこの辺かなりしっかり作り込まないとちょっとその当たったりとかっていうのが出てきちゃうみたいです。でじゃあ純正どうなってるんですかって外したのがこっちです。純正かなりここを薄く作って開けたこうドアがこう当たらないように入っていけるように作ってるみたいです。そして意外や意外全部普通に全部普通にスチールっていう、これアルミじゃないですよね、スチールですよね。アルミなんですかこれ。でめっちゃ重たい、こんなに重たい。なんかもっと軽いフェンダーを想像してたらすごく重たいっていう。そしてもっとびっくり、純正のバンパーはもっと重たいっていう。これなんでこんな重たいんですかこれ。すげえ重たいんですよ。ちょっと本当に大人でもこうよいしょってやらないと持ち上がらないぐらい純正バンパーが重いっていう。はい、というわけで今回はボンドボディからこの走るマンションみたいな車の続きをお伝えしました。この制作過程を追って、お伝えしますんで、ボンドチャンネルのチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。